そいつは幻、お前も幻だ。嫌だ、お前の話は聞かん。どうすりゃいいかな。困っておるようだな。何があった？猛虎に家を焼かれた。家を建てるか野宿するしかない。頼りになる身内はおらんのか？身内は一人もいない。トトもカカも15年前に死んだ。以来一人で生きてきたから、また一人でどうにかするんだ。ああ不憫だと思わないで。辛いのは皆同じだ。今は材木がなくて辛い。少し分けてやろう。いいのか？それなら家を建てることにするよ。また猛虎に燃やされなきゃいいけど。その時は力になろう。お主の家楽しみだ。ああここには建てない。木を集めてただけだ。でも
侍。うん、その鎧、よもや唾で磨いてないだろうね。いや、対馬から戻ったそうか。ああ、どうせ武家の連中に嫌気がさしたんだろう。それが貴様って。こっちの税、家の税、年貢もあるんだってな。ああ、困った。家はどうだ？滞りない。多分一から何か作ったことはあるとは言えんな。それがいい。獣を飼って皮を剥ぐ手立てを学んでるんだ。普通はトドから教わるんだろうけど。聞くが、親は侍の襲来で死んだのか？その時の大水で死んだと聞いた。それからしばらくババが育ててくれた。これを使え。少し余ってしまってな。何度もありがとう。本来ならあなたを頼らず一人でやらなきゃいけないのに。もとより家を燃やした猛虎が悪いのだ。畑仕事をしてたから何も持ち出せなかった。
だけど、やり直すしかない。今度はあなたに見つからずに材料を集めてみる。終わりが見えない。お主、浜で会うとは驚いたな。実は家を建てるのに鉄までいるなんて知らなくて、こうして鉄を集めてる。壱岐ではここが一番だと思ってきたんだけど、船が羨ましい。なぜだ。ボロボロだけど元の形がわかるだろ。俺の家族の持ち物、トトの手ぬぐいも、ババの櫛も燃えたからさ、また一から作りたいんだ。家を、家族、まずはここから鉄を探さなくちゃ。どちらも手に入らない。少しは足しになるか。これは受け取れない。あなたが建てたことになる。遠慮するな。多くの家が燃えた。故にお主の力になれれば嬉しい。ではありがたくいただきます。家の場所は境砦の西にある草原。いつの日か招待する。約束だ。約束だ。あなたは本当に来てくれた。ああ、まだ名を聞いてなかった。俺は太郎だ。あなたは酒井仁だろ。大鷹を切った人。家を建ててる時ふと気づいたんだ。大行に聞こえるだろうけど、俺の自慢の家だ。手伝ってもらったけど、見て、天井の梁はあなたの材木だ。ここからじゃ見えないけど、川は茅の下、あの角はあなたのくれた鉄が支えてる。使わないよう心してたけど観念したよ。一から何かを作ったってこれで言えるだろう。俺はこの家でいつか家族を作る楽しみができた。ありがとう。かつての俺は壱岐の家が焼ける様を見ているほかなかった。この家は俺にとっても門出になる。本土へ渡るのもいいかもな。
So apparently you have to play the multiplayer in order to actually get all the trophies for Icky Island, which is just absolutely moronic. So I'm just going to do the epilogue and see if it screws me over or not. Completely unimpressed with that.侍が何か言いたいみたいだ。フカ、天蔵、達者のようだな。大高が死んだからね。よく励んだ。お主もな。我らで大高族の残党も退けよう。聞いたか、我らだと。後でまた寄りな。口堅い侍の手を借りたいことがある。傷は痛むのか。お前の前では平気だ。笑った時しか痛まねえ。たわごとを言う力はあるな。だが前のように刀は触れない。罪のない秋人が襲われなくなるな。これからはいかにして生きる。まだ大勢が大鷹の毒に苦しんでる。薬がなくても世話はしてやれるし、いつか言えるかもしれない。お前のように。俺はあの毒によって父の死を思い出し、仇を討てる折を得た。それから？己が死ぬことよりも父が嘆く方がずっと恐ろしかった。父ではなく自らを生かしたことを悔やんできたが、己と父を許した。なるほどな。潜む闇は消え去ってはおらんが、それもいずれは。それが癒す手立てかもな。かつての咎を探り、恐怖と相対することが。そうであろうな。幾とせ前には思いもよらなかったことを言うが、お前と行き合えてよかった。俺も思いがけないことをするぞ。ありがとう、ジン。そろそろ立つよ。毒を飲まされた奴らを見つけて助けてやらないとな。あんたみたいな男に脆い鎧は合わないよ。また猛攻を襲いに行けって。戦から帰ったばかりです。それは戦だ。休みたいなら大鷹のところに訴えたらどうだい。境砦を取り戻してからずっと
猛虎の捕虜を働かせてるんだ。どんな仕事だ。橋を修繕したり、猛虎が作った建物を壊したり。やつらもざまねえな。俺たちをタダで使った罰を下ったんだ。外してくれ。いさかいか。大したことじゃない。あんたに礼を言わなきゃね。大鷹を討ち取り、天蔵のことを許してやったろ。大鷹のことはいい。だが天蔵は息を血で怪我したくなかった。そうはいかないんだ。もうこの船が沖に出てる。手下の腹を満たせる食い物を積んでるから、ぜひ奪いたい。悪名高い侍の手を借りたいと。あんたの父ほどじゃないさ。わずかな食料のため手下の命を危ぶみ、かつての敵を頼るのか。誠の狙いを申せ。娘だよ。肝心なのは娘だな。ああ、それが本心だ。もしや手下は全て娘を救うためだと知らんのか。知られれば騒ぎになる。争いが起きでもしたら、大鷹族が気に乗じる。娘だけは失いたくない。手下と乗り込み、あの子を救ってくれ。頼むよ。分かった、手を貸そう。 ありがとう。出発は日の出。それまでは宴に加わるか、船で休みな。今は楽しんでおけ。日の出に立つぞ。一杯飲めよ。嗅いだことのない匂いだな。ここじゃそれが酒なんだよ、酒井陣。酔いたい気分なんだろう。俺の秘蔵の酒で我慢しろ。毒を盛るなら強くしておけ。大鷹の毒を生き抜いたのだぞ。そう案ずるなら俺も付き合ってやる。何に乾杯する。この息に。猛虎の船は財宝を積んでるんだと。頭の言うことだろう。嘘なのか。頭は何か隠してやがる。前も同じことがあったが、その時は兄弟が死んだ。あんたもかけなよ。五か。叔父上とたしなんだな。参加するにはちと遅かったが、銭をかけるには遅くねえ。さあどちらにする？白か黒か。黒にしよう。よし来た。後で寄りな。どちらが勝つかね。体中傷だらけだ。柱がいねえな。バカ言え。宴に出なかったことあるか。一度だけ。あの後だ。おい、人がいるぞ。船で休むか。
ってのが妙なんだ。どうしてあの船にだけ執着する。敵はすでに動き出してる。言い争ってる時か。頭、答えてくれ。断る。答える筋はない。ジン、口を出すな。頭の味方は誰だ。俺たちか、人斬りの息子か。お前にもみんなにも私は身を粉にして勤めてきた。船の支度を急げ。仰せのままに。手下を浜で待たせてる。行くよ。気に病むでないぞ。ああ、もうすぐ時に会えるしね。顔は似ておるか。他の捕虜と見分けられなくては困る。顎は似てるね。目も似てる。あとはなんだ。今どんな顔になったんだろう。行くとせも会ってない。親がそばにおらんのは難儀だ。子供はいる。いや、父上だけだが、よく知らん。本心は決して見せぬ人だった。存外あの人斬りと私は差異がないのかもしれないね。ああ、俺もだ。石膏だ。切るなよ。ヤス、どうだい。あいつら、荷を積んでるところです。気づかれてませんね。見つかれば沖に退かれる。逃がしやしない。いつでも砲を燃やせる。旧兵が配置についた。船に忍び寄り、不意をつこう。荷は一つも傷つけるな。その案に乗ろうか。先駆けを務めるならね。船を奪え。一人も生きて返すな。Yeah!
こんなところに。トキ、待たせてごめんね。この子は薬で心を病んでる。私が迂闊に渡したばかりに。薬が強く中毒になったか。私は気づきもしなかった。トキが幾人も手下を殺すまでは。仲間殺しは死罪、私の掟さ。娘でさえも。だけど逃がした。手下はみんな怒ってね。去る者も恨む者もいた。自らの掟を破ったのはあの日で最後。でもなくした者は戻らぬ。己を責めてはならん。一度この子に会った。思いがけず見かけたんだけど、夢うつつで糞尿にまみれて幾日もさまよってたんだろうね。不意に腹が立ったんだ。で、ただ立ち去った。連れて帰らずに。まだ間に合う。船から降ろそう。ああ、こいつは驚いた。てめえの娘を助けるためだったのか。俺の兄弟を殺した女だぞ。トキはその罪を十分に償っただろう。十分、一人で納得するな。だが礼を言え。そいつの喉をかっ切る前に別れくらい言わせてやるよ。この娘を今殺せるのは鬼だけだ。てめえにゆかりのない女だろう。いや、もうある。私に従う気のある奴は下がりな。ネズミはこの手で殺す。死体を海に沈めとけ。あやつに味方する者は少なかった。お主は慕われておるのだな。私も驚かされたよ。トキは人を殺した。誰かの父、兄弟、夫を、親子じゃなかったら許しはしなかった。それでも許された。娘も。心はここにないけど、体はここで今でも苦しんでる。そばにいてやりたい。ありがとう、ジン。心安く過ごせ。Okay, so that's it. The rest is multiplayer, and I gotta track down the rest of these banners. Oh, that has been Ghost of Tsushima. Pretty good game. The core gameplay honestly gets kind of tiring after a while. Like, I mean, the combat is pretty fun, but it also loses its allure after a while. So anyway, I may have more to say about it in the future, but I don't for now. I'm just gonna try to finish it. Peace.